バルバロッサの Y バーンとディストーションの紹介です。タイラーのランドゥシグネーチャーを今日は弾いてます。まずオール0時にセッティングしてある Y バーンを弾いてみます。原因を上げていきます。かなり甘い音です。トーンを上げていきます。結構甘いです。上げます。今はフロントシングルコイルだったのでリアにします。トーンを最大に。フロントシングルコイルにすると結構いい感じ。ハンバッカーにするとちょっときついですね。次はバルバロッサのクロノスというディストーションです。オール8 9時ぐらいになっています。リアピックアップですけど、もう歪んでます。トーンは12です。これはフロントシングルコイルです。これはリアのピックアップです。ちょっと原因を上げてみます。今リアのピックアップです。かなりいい音してます。フロントシングルコイルに切り替えました。結構食いついていくトーンの感じですね。トーンをもうちょっと。
コイルですけど、すごいいいドトーンですね。ではリアのです。リアのハンバッカー。ここでゲインを最大に。フロントシングルコイルです。ではトーンを最大に。結構食いついてきますね。ではリアをシングルに。リアのハンバッカーです。以上です。